週末金曜日午後8時になりました。沖縄県の県魚グルクンのように沖縄全国をぐるぐる回って体験してさまざまな情報をお届けするグルクンラジオ、略してグルラジ。今夜も30分よろしくお付き合いください。この番組は5月オープン、毎日新鮮安い農連プラザ内にある農連ファーム、写真映像撮影のココワークスの提供でお送りします。こんばんは、グルクンラジオ、略してグルラジは県内外のさまざまな情報をお届けするリスナーの皆さんと作る情報バラエティ番組です。パーソナリティの楠木とペッチです。はい、本日前半のトークテーマはコーヒー、ツイキャスでのコメントをお待ちしています。後半我流操作はカフェについてお届けいたします。はい、ということで、はいはい、本日はまずツイキャスの方、タイゴさんヤッホーということでいつもありがとうございます。でメッセージの方もいただいています。泉にゃもんさんからいつもありがとうございます。楠木さん、ベチさん、こんにち は。いつも楽しくグルクンラジオを聞いています、ハート。先週の放送をポッドキャストで聞いててびっくり、 YouTube 開始嬉しい。今日の放送から早速 YouTube で動くベッチさんと見えない楠木さんを楽しむ予定です。いろいろな方法でグルクンラジオを聞けて、いろいろな方法でメッセージをくれるグルクンラジオ最高。それでは今日の放送もちばりをハートということでいただいてます。 ありがとうございます。ね、YouTube でもそうですね、はい、前回から後からね見れるように6月からね、YouTube 配信も始まりまして、なりました。なんかグルクンラジオ6月からなんかねリニューアルというかね、そうですよね、いろんなことが始まりまして、そうですね、こうやる気に満ち溢れていますよ。いますよもちろんいますよね。 YouTube の方もね見たことない方はぜひね、そうですね、はい、一応動くベッチさんが、はい、動くベッチさんがいつも見れます、はい、でね画面上にね一応吹き出しで私たちパーソナリティの名前を書いているんですが、はい、画面外に向けて吹き出し伸びておりまして、楠木さんはちゃんと隣にいますよっていうことで、いますよ、はい、架空の人物ではないですよ、ちゃんといますのでね、スタジオで隣にいるんですけどね、はい、なかなかねお顔は出してませんけれども、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ツイキャスの方コメントいただいてます。ヨシーさん、こんばんは、今日は仕事しながら来ますねということで、お疲れ様です。ありがとうございます。お疲れ様です。はい、グルクンラジオ、略してグルラジでは、グルラジは 78.MHz ですっけ、はい、はい、FM 那覇での放送のほか、ツイキャスでもリアルタイム配信しています。ポッドキャスト、 YouTube では、録画配信していますので放送終了後もお楽しみいただけます。グルラジでは皆さんからのメッセージをお待ちしています。ツイッターはひらがなでハッシュタググルクンラジオをつけて投稿してください。メールでも受け付けております。メールgurukun.okinawa、メールgurukun.okinawa、グルクンの綴りは GURUKUN です。こちらまでお願いします。ツイキャスでいただいたコメントは放送中どんどんご紹介していきますので、たくさんのメッセージお待ちしています。フリートーク、はい、はい、トークテーマはコーヒーということで、はい、ちょっとね先ほどね新しいセリフで私動揺してしまいました、はい、新しいセリフでしたね、はい、78.0 です、那覇で覚えましょう。私なんかよく間違えちゃうんですけどね、はい、なんか87だったかなとか80だったかなとか那覇ですからね、はい、皆さん覚えてください、覚えてください、はい、こんなセリフなかったので今までそう、ちょっとねいろんな方法で聞けるっていうことで、はい、ご紹介しとこうかなっていうことで、今回そういえば、ね、ここ練習してなかったなと思って動揺してしまいました、はい、で、ツイキャスの方メッセージいただいてます、はい、大吾さんからそっち側にいるんだってことで、楠木さんのいるんだ、実はね隣にいるんですよなんかスカイプとかでやってるわけじゃないじゃないですよちゃんといますので、ね、リアルタイムFM 那覇のスタジオにおりますはい、ということでフリートークコーヒーということでメッセージを、いただいています。ドサンコグルクンさんからいつもありがとうございます。ありがとうございます。はい、さーい、ベチさん、ポテサラ美味しくできました。今後も、簡単なレシピの紹介楽しみにしています。
今日はコーヒーですが、コーヒーについては語れることがありません嫌いではないんですが、うん、年に数回飲むくらいです。 お腹空いている時に、カルディってお店の入り口でもらうコーヒー飲んだ時、うんうんうん、胃が痛くなったのを思い出しました。体質的に僕には不要なのかもしれませんとはいえどんな意見が飛び交うのか楽しみです、うん、ということでメッセージいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。まずね、うん、あのポテサラの方、はいはい、あのツイッターの方でねハッシュタググルクンラジオであの写真付きで、うん、はい、作りましたよっていうレポートをいただきまして、はい、ありがたい。もう本当に嬉しかったですね。なんかレシピが役に立ってるっていうのは嬉しいですね、うん、ちょっとね次回からどうしようって、ね、みんな気にしてるよレシピこれからは、ね、しかもね今後はノーレンファームさんとのコラボになっていくので、うん、そうですよ、うん、お野菜を使ったレシピを、ね、お野菜レシピっていうのは、うん、やっぱり固定されちゃうところがあるから、そうですね、新しい今回のポテサラもそうだったんですけど、うん、今まで自分たちの発想にないようなものがあると作ってみたくはなりますよねって、やばい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 ハードルが上がってきてますよちょっと頑張ってレシピ考えなきゃな、楽しみが増えましたなリスナーと私はちょっとベッチさんはあのプレッシャーがかかっておりますはい、ということで、うん、ねコーヒー語れることはありませんということでメッセージいただきましたが、はいはい、楠木さんはコーヒーはよく飲まれますか？そうですね、コーヒーもお茶も飲むんですけど、うん、まあ、どっちかというとコーヒーの方が手軽だからコーヒー飲んでることの方が多いかもしれないですね、うんうんうん、あの何でしょう、なんだこうポーションタイプのやつをバチって出す、はい、うんうん、一杯ずつ抽出する、名前ちょっと忘れちゃったけど、なんだろう、ありますよね、なんかなんかある便利なコーヒーメーカーコーヒーメーカーあれを使ってるので家でも、はい、まあ、職場にも持っててやるので、うん、それはちょっとやっぱり便利ですね。作り置きはねコーヒーはなんかこう酸味が強くなったりまた苦味が強すぎたりってなっちゃうから一杯ずつ出すのはやっぱり美味しいなとは思いますけどね。はい、さんどうですか？私もあの自宅にコーヒーメーカーがあるので、うん、それで一杯ずつ出してるって感じですね。やっぱりあの仕事柄、うん、あのもうしょっちゅうコーヒーを飲んでるので、あったかいものをコーヒー飲んだら、ほら、うん、眠れなくなるとかいう人いるじゃないですか。私もうすやっと眠れます。私もすやっと眠れるんですよ、うん、あれ何なんですかね一度もあの話を信じたことないです、ね、コーヒー飲んだら眠れない。コーヒー飲んだら目が冴えるからとかじゃなくてコーヒー飲んで寝るとかよくやるから。私もやります。寝る前にちょっとあったかい飲みたい、コーヒー飲んで寝ようみたいな、うん、でも中にはアイスコーヒーだと変わるんですかね。どうなんでしょうね私ホットばっかりなので、もしかしたら私も大体ホットですね。だから夜ちょっともうちょっと仕事頑張ろうと思ってコーヒーを入れて飲むんですけど、うんうん、はあ、眠いってなるので。コーヒー飲んだまま寝落ちしてますからね、うん、そう、それよくやるんですよ。これはちょっと信じられないな、うん、皆さんどうなんですかね。ねえ、うん、あれ私は効き目を感じたことが一度も人生の中でないので全く同じくです。ツイキャスの方コメントきました、はいはい、長谷川さん、はい、こんばんは。試合は中止で安心タイガースということでね安心しちゃダメなんですけどねあ、なくてよかったと思ってしまう今のタイガースの状況ですよ。いや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 、でも今日はねあのグルラジに集中して、そうそう、あのタイガースファンの皆さんは聞けるっていうことでいいんじゃないですか。パーソナリティ自体が集中しないので、うん、ラジオにどうなってるかなってちょいちょい見て持ち込んだタブレットでね、そうすっげー見ますのでチェックしてますからね。で続けて、うん、カフェというより喫茶店がいいなっていうことで。そうですね、喫茶店の方がなんか落ち着いた感じですかね。うん、そうですね、うん、カフェってなんかみんなマック持ってきてなんかしてるイメージっていうのは、うん、あ、私がそういう人ですね。マック持ち込む人ですね。それがあのカフェのイメージ。喫茶店って言ったらなんかちょっと新聞とか雑誌とか本とか読んでるような感じがしますよ ね、 すね、なんか時間がゆっくり流れるような印象ですね、うんうんうん、まあ、印象としてそうですよね、うん、なかなかね喫茶店もねないけどね、はい、あ、コーヒー飲んでも寝れますということで、これグルラジはコーヒー飲んでも寝れる系の寝れる系のやつかもしれないです3人目いました。コーヒーはどうなんですか、うん、ブラックコーヒーが多いですか？私はほぼそうですね。あとはまあ牛乳を入れるってことはありますけどね、うん、あの、まあ、何回も言ってますけど
猫舌なんですよ、はい、でも早く飲みたいんですよねそういう時は牛乳ガッと入れて飲むっていうのはやります、うんうんうん、あーそっかそっかそっか。私なんかあんまり牛乳を冷蔵庫にこう、うん、なんだろうストック置いとく人じゃないので、はあはあ、自分から好んで牛乳を買わない人なんですよ。そうなんだ。なんか例えばシチュー作る時とか、うん、なんか料理で使う時にしか買わないので。なるほどね、うん、もう完全にブラックですね。あ、そうか。牛乳はあの犬がいるっていうのもあるんですけど、必ず牛乳はね、あの冷蔵庫にあるんですよ。でコーヒー飲む時はバッと入れたりしますけどね、うん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 、はい。ということで、あ、ツイギャスの方、うん、長谷川さんから、雨の日の次の日は勝つ確率が高いし、あ、そうなんですか？どうかな。タイガース情報。もう確率論でもなくなってきますよ。そろそろもう不安しかないっていう、ね。続けてタバコを吸えてくつろげる場所がいいということで。喫茶店のイメージそうですよね。あ、ちょっとそうですね。なんかね、もやってるような、ね、ちょっともやってしてる。この現代のあれの社会に反するようなこのちょっと異空間な感じが禁煙禁煙叫ばれてる中で。ここだけは許されてるような。そうです、ね、大人な感じがいいですね。だんだんでも減ってきてますからね。減ってきてますよ、うん、ね、貴重な空間ですね。はい、でツイキャスの方、はい、おじゅんさんから、はい、こんばんは、初めてコメントします。 ありがとうございます。初めまして、ありがとうございます、コーヒーは家で自分で入れますが、コンビニのコーヒーも好きですということで。そうですね、そう、うん、コンビニのコーヒーのクオリティは上がりましたよ。上がりましたね。しかも安い。安いですよね、うん、いつからですっけね。えね、え今割とでも最近の方ですよね。そうですよ、うん、コーヒーが出てきたのは。 そうそう、うん、それに伴って、うん、マックとかのコーヒーも美味しくなってる、うん、美味しくなりました、うん、競争になってるから、うん、昔のマックのコーヒーはでも名前出していいのか分かんないですけどまあって感じでしたけど、今美味しいですよ、うん、安くね、美味しいですよね、うん、安くてね、はい、うん、なかなか飲み応えがありますよね。でね、喫茶店は、うん、でも私的には、うんうん、あの Wi-Fi の環境がないところが多いかなっていうのがあるので、さっきのやっぱり Mac 持ってる派はやっぱりそう、 Mac 持ってる人はさっきの Mac のコーヒー飲みながら Mac の Wi-Fi につなぐっていうのも昨日やりましたし、 あとはねスタバとかは安心して、ね、Wi-Fi 必ずあるから、うん、うん、なるほどね、一応ポケット Wi-Fi 持ってますけど、うん、場所によってはねサクサク動かない環境もあるの で、うんうん、でね、お店自体に入ってると嬉しいかなっていう、うん、ありがたいよねお店に入ってると、うん、特にね沖縄観光地だから結構あのネットとかには書いてなかったけど、実際店舗に行ったら Wi-Fi がね使えるっていうところもあるので、やっぱ県のこの観光施策でもやっぱり Wi-Fi っていうのは大重要視されてて、うん、公共機関とかであのターミナルとかですね、そういったとこもやっぱり Wi-Fi をやろうとかいうのもあるみたいなので、うん、まあ、Wi-Fi 環境っていうのは今現代は重要ですよ、うん、で私が移住しても今年5年目になるんですけど、最初の頃はやっぱりねいろんなとこで Wi-Fi とかなかったので、うん、うん、最近は本当に、ね、最近急に増えた感じがしますけどね、うん、駅とかね各モノレールの駅もね、うん、Wi-Fi がしっかり入りますし、うん、すごくね環境として良くなりました、うん、このねデザイナーという仕事柄Wi-Fi 命なので。そうですよね、本当に助かります。カフェもね無料で Wi-Fi つなげてくださって、もう本当にそしておいしいコーヒーが飲めて、そう、うん、ゆっくりしても怒られないしね。そう、怒られないんです、うん、幸せだなと思います。ありがたいですねえ、カフェですけど、そうですね、うん、なんかスイキャスは、はい、長谷川さん牛乳飲むとお腹がぐるぐるするらしいですね。あ、牛乳飲むとお腹がぐるぐ る、うん、ぐ る、 ぐる牛 乳、 牛乳でもいますよね、牛乳飲んだらすぐっていう人、うん、私もなんか聞いたことは、私合わない人いるんじゃないかな。私でもお腹壊したのここ数年ないんですよね。あ、そうなんですか。あのめったにお腹を壊さない人なんですよ、うん、だから牛乳とかも多分あの 2,3 日切れたやつでも私大丈夫だったりしたんですよ。マジで、うん、絶対これだけはだめ、牛乳だけは賞味期限を守るようにしている。なんか大丈夫かなって、加熱料理に入れる加熱するからいいかなとか思って入れちゃったりするんですけど、はい、あ、かつれんかおりさんがこんばんはということで、お久しぶりです。長谷川さん、マックって基本的に飲み物薄いよねだって名前がっつり出しちゃいました私今読み上げ、ちょっと今後伏せないといけないです ね、 マイナスのやつをね、まあまあ、まあでも個人の感想ですって言えばいいんじゃない、うん、あ、そうですね、でも、うん、私もちょっと薄いかなってファーストフード店は個人の感想ですよ。ファーストフード店はでも全体的に氷の量が結構多いかなっていうのがあるので、こんなに入れなくていいよって思うぐらい入ってたりするので、それはある、うん、薄いかなって思う時ありますけどね、うん、はい
もう一件長谷川さんから、はい、昔ヤンキーがたまる喫茶店よく行った、今考えるといけないことしてましたね怖い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 。でもヤンキーがたまる喫茶店私行ったことないですね。本当、うん、うん、私も喫茶店にたまってるというかコンビニの前にいるイメージかなんか番組なくね。あ、コンビニ多いですね。でもなんか結構最近ってコンビニの中でイートインで、うん、あの入れるじゃないですか。高校生が結構溜まってるかなっていう印象ですね。多いですね、高校生もね、うん、早く家に帰った方がいいでしょ高校生は、ねえ、うん、でも楽しいんですよね放課後ちょっと寄り道が昔はそういうこともあったね。たまに先生にバレちゃうんですけどね。そうそうそう。あ、長谷川さんからあくまでも個人の感想ですということでいただいてます。かつれんかおりさんから、コンビニのコーヒーも意外に美味しいですよね。美味しい。やっぱコンビニのコーヒーってね手軽だしいろんなとこにあるので、うん、ね、利用されてる方多いですよ ね、 そうですよね。出勤前とかね、本当出勤前多いですよね、うん、みんなコーヒー片手に出勤してるっていう感じですもんね、うん、ありがたいですよ、うん、あ、瀬川さんからさっきの昭和の喫茶店ですってことで、なるほどね、平成生まれでございました。昭和ですはい、ということでフリーテーマコーヒーでした。ガリュー捜査のコーナーです。ガリュー捜査っていう名前がですね、前も言ったことありますけど、うん、私の大好きなドラマ遺留捜査が撮りましたという話を何度かしたことがあるんですけど、うん、この度7月から木曜8時、はい、遺留捜査がまた始まりますよ皆さん。 おめでとうございます。やったぜ。もうこれ月曜日発表からテンションがめっちゃ上がってます私は、はい、ちょっと私これを機にちょっと見てみたいなと思ってます。絶対見てほしいっすわ。ハマりますかね私。ハマるかな。どうかな。エッチさんはちょっと分かんないですけど、はい、まあ、京都の美しい風景とともにですし、皆さんもドラマをぜひご覧になってくださいってお前は誰だっていう話なんですけどちなみにねよく帰り道ね2人でドラマトークしながら帰りますよ ね、 すね、はい、終わっちゃったね終わっちゃいましたね。そんなあの我流捜査のコーナー今日はですねカフェを一軒ご紹介したいと思います。トミグスク市豊崎にあります、うん、住所としては豊崎 1-40-102 ピュアキャッスルコーヒーさんをちょっとご紹介したいと思います。先にあのお時間ですけれども平日、12時から19時30分土日祝は10時から20時までで不定休なのでブログ等でですね、うん、営業時間をご確認いただきたいと思います。こちらのカフェはですねちょっと、いろいろなコーヒーが、ね、あるあのカフェというか、まあ、喫茶店ですね、うんうん、そうですね。ウェッチさんとも一度、はい、行きましたけれども、うん、こちらのねピュアキャッスルコーヒーっていうところではピュアキャッスルブレンドっていうのとピュアキャッスルダークブレンドっていうこのこちらの方が、まあ、焙煎してブレンドしたコーヒーっていうのがありまして、うん、これがホットとアイスとあります、うん、ホットが300とハーフの 150cc と量が選べる、はい、で 300cc がだいたいカップの 2杯分ぐらいでしたね、うん、そういうのがあって他にもスペシャリティコーヒーで、まあ、タンザニアとかパパニューギニアコロンビアとか他にもあの期間限定のコーヒーなどもあるということですね。でですね、沖縄県産のコーヒーってあるのご存知ですか。沖縄県産のコーヒーがあるんですか。あるんですって、私も飲んだことないんですけど、うん、これがあの来月中旬ぐらいからは出せるんじゃないかなという話をなさっていたんですよ。すごい楽しみ。今度また行きましょうね、はい、ぜひぜひ、うん、でそういうコーヒーショップなんですけれども、うん、これお店でですねあの店内で焙煎をしてるんですよ、うん、でちょうど私があの伺った時はいい感じにこう焙煎していい香りがしてねお店に入る、うん、もうすごく香りが良くてあの豆のこの音とかがして、うん、なんかすごいぞもう心が癒されるというかもう安らぎの空間です ね、 そうですね落ち着くなと思いながら、まあ、お店に入ったんですけれども、うん、まあ、こちらねあの特徴としてはまず自分が使いたいカップが選べると、うん、カップが選べるということで ねおしゃれな感じですよね、うん、そんなカップを選んでそこからまあ1杯ずつ丁寧に抽出してくださるという本格的なコーヒー店なんですよね、
でこちらあの代表の中津さんという方がちょうどあのいらっしゃったのでお話を伺ったんですけど、うん、スペシャリティコーヒー協会っていうところが認定するアドバンストコーヒーマイスターという資格をお持ちで、聞いたことありますか？初めて聞きました。私も全くの初めてだったんですけれども、でこちらの方はですねコーヒーマイスターっていう何かって公式サイトをですねこちらの協会見てみたらコーヒーに対する深い知識と基本技術の習得をベースとしてお客様へ豊かなコーヒー生活が提案できるプロのコーヒーマンサービスマンのことで我が国初めての認定資格ということらしいです。でこれ全国にねこの資格保持者がいるらしくてこれ講座を受けて、試験があるんですって、それを合格した人はこの資格をもらえるそうです。でこれがコーヒーマイスターでさらにレベルアップしたのは、アドバンスとコーヒーマイスターで、こちら の、 あの代表の方はこの上の資格を持っていらっしゃるようで沖縄県内にはねこの公式サイトによりますとコーヒーマイスターという資格を持っている人が14名いらっしゃる。あそうです14名、うん、で、 でもアドバンスドはあの1名だけということで、うん、沖縄唯一のこのアドバンスドコーヒーマイスターの方がいらっしゃるお店ということになるわけですよ。ここは、ね、すごいですよね。でこのコーヒー一杯に対してでもねこういったあの知識のある方が、まあ、豆を選んで入れてくれるかと思ったら、あまり詳しくない人でもなんかねあのちょっと美味しく飲めるような気がしますよね、なんかそれ聞いたらなんかグッとコーヒーが ね、 ねちょっとね、特別な感じがしますね。で、どうでした？飲んでみて飲んでみて、なんだろうな、その私はブレンドをいただいたんですけど、結構そのちょうどいい苦味でしたね私的には。苦すぎず、あのすっきりした味わいなので、あんまりねあの苦すぎるコーヒーが得意じゃないので、すっきり飲めたのでよかったなと思います。私もあのコーヒー飲んで、私も酸味が強いのちょっと苦手でして、苦味の強いものが好きなんですけれども、変な苦くなくてもうあと口がとってもこう爽やかというか、コーヒー自体の甘みがをすごく感じられるような味で、あゆっくり本当にゆっくり飲めるなというのと、なんか熱くなかったっすよね。あの猫舌でも最初から飲める感じでした。飲めるんですよ、あ熱くないんだというか、熱々で出すもんじゃないんだっていう気がしました。家とかで飲むときはね、あっちと思いながら一口目、しばらくこのクーラーとかの前置いて、冷やすっていう早く飲みたいけどっていう、そういうことをしますけれどもね、役立つのかわからない猫舌情報を挟みながら本当にちょいちょい猫舌情報を聞きますけどそんな、まあ、コーヒー飲み方するんですが、とても飲みやすく、これがきっと適温なんだなって思いながら、あの飲ませてもらったんですが、あの店内もねカウンター席もあるので一人でももちろんゆっくりできますし、テーブル席でお友達とお話しながらっていうのもいいですよね。あとケーキなんかもねありましたので、美味しかったというのもいいかもしれません。でコーヒー、こういった本格的なコーヒーのお店、私実は行くのは初めてだったんですけれども、まあ、ますますコーヒーが好きになったというか、詳しくなくても、まあ、こういったお店に行けばお話を聞きながらね、あのコーヒーについて学べるということも分かったので、また行ってみたいお店だなと思いました。はい、でなんとですね、このお店豊崎なのでね、空港からも近いんですよ、だから観光客の皆さん、もし沖縄産のコーヒーが飲みたいということが関係県外の方いらっしゃったら、ぜひピュアキャッスルコーヒー検索していただけると、あのお店の裏手に駐車場もございますのでね、ぜひ行ってみてはいかがでしょうか。ここで、ツイキャス、楠木さんが密かにコーヒーマイスターって長谷川さんがおっしゃってますけど、いやいや違います、楠木さんは唐揚げの方ですよね。はい、唐揚げ協会ですはい、ということで我流操作でございました。はい、そろそろのエンディングのお時間です。グルクンラジオは5月オープン、毎日新鮮安い農連プラザ内にある農連ファーム、写真映像撮影のココワークスの提供でお送りしました。さて来週の、グルクンラジオ、略してグルラジ、テーマトークは遠足、時期じゃねえ全然時期じゃねえ、遠足のね思い出をちょっと記憶を
掘り起こして掘り起こしてください、うん、なぜ遠足かというと、はい、沖縄路線バスの旅海洋博編後編やっと覚えてるみんな覚えてます。あの前半はね私たちが2階建てバスで興奮をする話っていうのがメインでしたけど、はい、覚えてますか。あのこれの続きをやりますのでね、あのぜひあのお聞きの内容によろしくお願いします。まあ遠足のねバスの思い出でも何でもいいです、うん、もし何かありましたらメールの方もね、メールでしたら時間気にせずに送っていただけるので、はい、まあ、金曜週末ちょっと忙しいなというか先にメールなんか送っていただくと、うん、私たちがとっても喜びますあの事前メッセージの安心感といったら、はい、はい、よろしくお願いします、ね、よろしくお願いします、はい、次回6月15日金曜日午後8時から生放送でお会いしましょう。お相手は楠木とベッチでした。さよなら。さよなら。また来週。